東京アイドルフェスティバルでしょ。めちゃめちゃすごいよね。なんかアイドルがいっぱい来るんですよね。わーい。この前の富士急も楽しかったんですけど、同期とかもいっぱい一緒で、あとなんかそういっぱいのアイドルの方とお会いしたんで嬉しかったです。そうそう、行ったことある。あ、お台場なんで、お台場周辺全部だよね。まあ周辺全部って言ったらあれなのかもしれないけど、お台場ですもんね。チームメイトさんは出るんですか、わかんない。でも AKB も出るよね。もう一組グループも出るよね。うん、あ、タンはラブタンさんがいましたね、確かに。そう、え、おすすめのアイドルさんとかちょっと教えてくださいよ。もしその皆さんの中で他に推してるグループで出る方とかいたら教えてください。そう、え、見に行きたい、ほんと見に行きたい。見に行けんのかな、わかんない。普通にもしかしたら楽屋が一緒かもしれないし。今見てます。AKB は知ってるよ。ふわふわさんまで、マネッキチェさん、26時のマスカレードさん、うん、皆さん今度出る方、え、出ない方も言ってるよね。ちょっとね、でも聞いたことある方も多いですね、やっぱ。あ、 STU さんは出るんだ。うん、ふわふわさんも出るの。うん、アイロアステリズムさん、へえ、ネコプラさん、ネコプラさんこの前も一緒じゃなか、違うか。うん、でも結構知ってるグループの方多いです。私もアイドルもともと好きだったんで知ってますよ。へえ、ありがとう皆さん。ちょっとね、目が乾いてきた、コンタクト集中してめっちゃ見てたから。うんね、なんか面白い、なんかね、アイドルによって衣装もいっぱい違うから見てて楽しいです。でも結構なんか他のアイドルさんは色で分かれてますよね。だから、あ、自分たちの色があるんだなと思って見てた。で、なんかこの前喋ったんですよ、楽屋でエリーたちと、なんか何の色が好きっていう話をしたんですけど、そう、面白かったですよ。みんな何色が好きだったかな、覚えてないや。覚えとけよって話なんですけど、覚えてないです。うん、今何時ですか。え、カラオケしようか迷ってる、どうしよう。そう、ん、あ、まだそんなだった、もっとかと思った。どうしようかな。でもカラオケしたことないから不安。さっき教えてくれたよね、私がそうやって言ってたら。できんのかな、怖い。何歌おう、やってみる。これ押しても切れないかな、ちょっと待ってね。みやちゃんが歌ってたのは見たんですけど、アプリで